はい、弁護士の金崎です。今日はですね、家永先生に来てもらってですね、2人で対談をするんですが、何の対談をするかというとですね、社内恋愛、社内結婚の功罪ですね。実はですね、私たち2人とも職場で相手を見つけてですね結婚したということなので、功罪の功の方がね、はい、話すんですが、罪の方はですね、まあいろいろこう口ごもりながら言いにくそうにする部分もあるかと思いますが、その辺をまあご推察しながらですね聞いてもらえればと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、弁護士の家永です。はい、まあ紹介いただいた通り、同じ事務所ではありながらですね、結婚は社内でお互いしているという立場ではあろうかと思いますので、はい、まあそれらの経験も踏まえて今日お話しできればなというふうに思います。で、まあ、ここはちょっとね、司会進行してる私の役得ということで、先に家永先生から聞いちゃおうかなと。まあ、それ聞きながら自分なりの考えるとね、ちょっとずるいんですけど、まあ、奥様にあたるね、これ、同業者ですね。はい。はい。で、うち、ちなみに同業者だけではなくてですね、男性の弁護士と事務職員の女性ですね、とカップルも結構あるんですよ。今回はですね、2人とも共通するのはですね、お相手が、まあ、同業者であるという点ですね。もう私、ずっとちょっと違うんですけどね、初めにちょっと、家永先生のケースから。もう社内でそのお相手を見つけてですね、交際して結婚するっていう時に何か心理的ハードルありました？心理的ハードルとしては、おそらくこう最後まで責任取んなきゃいけないなじゃないんですけど、恋愛だけで、はいはいはい、多分そこで関係が崩れてしまって、うん、でも一緒にそうなるとずっと仕事し続けなきゃいけないっていうのもあって、それはね、それを考えた時に、いやこれ一歩踏み込んでいいのかなっていうのは一番最初はそこはありました。確かに確かに、最悪の場合どっちかやめなきゃいけないような感じになりかねないもんね。ありえまると思うんです。あ、そうですね。でそこは乗り切れたというのはどうしたんですか？なんか最初からその、まあ、自分たちの年齢もそれなりにも高かったですし、で、まあ今更遊びで恋愛するっていうのも、うん、もうないなと思っていたので、なるほど、そこはあんまり自分の中ではなんていうんですか、ハードルが下がり始めてたんだ。なるほど、まず結婚前提でいいなっていうのが、そうですね、今ポロッと本音出ましたね。今更遊びはないって、ね、過去にはいろいろあった、いやいや、まあ、それは今日のテーマではありませんけどね、聞きませんけども、なるほど、そうするとか、もう結婚を考えていればそんなに遊び半分でっていうこともないから、うん、ハードルがないっていうことですね。そうですね。で、じゃあそういうことで、まあ、心理的ハードル下がってですね、まあ、お付き合い始めたり。現実問題としてですね、社内恋愛って2つおられました、ね。オープン型とですね、クローズ型があるんですね。オープン型というのはですね、社内のこれ明らかにする、ね。隠さない。で、クローズというのを見るんですね。隠すタイプなんです。で、うちの事務所っていうのはこれ、社内恋愛を禁止しておりませんので、オープンでもいいんですが、まあ、一定数ですね、やっぱ隠すカップルも結構いるんですよね。家永先生どうですか？私、クローズ型です。確か、代表にこう報告行った時も、えっていう顔された記憶があるので。結婚の報告よね。はい。そうだね、うん。なんで基本的にクローズ型です。はい、社内恋愛禁止されていないのに、クローズにした理由なんですか？まあ、茶化されるっていうのと、オープンにしていると、周りも、なんで気を使いがちというか、はいはいはい、あの人とあの人はああいう関係だから、あっちに変なこと言っちゃダメだよとかっていうのを、うんうん、まあ気使われてしまってもちょっと良くないかなと、うんうん、まあ、結婚したらもうオープンせざるを得ないので、うんうん、まあそれはいいかなと思うんですけど、うん、恋愛の状態の時っていうのは、まあオープンにしてしまう方が弊害がなんとなくあるかなっていうのと、なるほどね、うん、自分たちが何だろうね、まあ、結構する気はありましたけど、うんうん、万が一別れてしまった時に周りにもなんかこう気使わせるなとかですね、はい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 、なるほどね。ありました、ね。そういうことで一応クローズにしたと。はい、あれですか、じゃあ先生は結婚の発表するまでバレていなかったという自信ありますか？いや、バレてたと。クローズになってないじゃないですか。そうだね。クローズはしきれてなかったです。バレた原因なんですか？事務所とかにたまに一緒に行くとか、そういう場面を、まあ、見られたりとかですね。そういうのが、なんか、やっぱり各事務局の方からちらほら噂になってきて、はい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 、飲み会の場とかで先生あそこであの人と一緒にいましたよねみたいなことを言われて、茶化されてっていうのはありました。ああ、なるほどね。私みたいなのその人ら結婚したかどうか知りませんけど、社内の弁護士と事務職員の発表ですね、はいはい、やっぱりこう一緒に行動して見られちゃうと、何人一緒に行くの、なのでこうお昼のご飯とか示し合わせて一方が立ったら合図で本出すみたいなことをやっていて、そういうのバレるんだよね。バレますね。職員観察していて、いつもあの先生が出すとあの子が出すっていうね、うん、すごい仕事してるのかなって思うぐらいですね、非常に観察して回れるんだよね、まあ、そういうことでクローズ型はバレます。ちなみに私もクローズ型でしたが、バレてました。うん、ってことなんで、ぜひともオープンにしましょう。ね、お互い、変に使って大変ですからね。で、じゃあ次にですね、交際の今の話。はい。うん、
社内恋愛でこう結婚してよかったなと思う、うん、こうの方の話です。まずその弁護士同士っていうところもあるかもしれないんですけど、仕事の相談がちょっと気軽にできるっていうのはあったかなと。これは社内かどうかっていうよりは弁護士同士っていうところもいいかもしれないですけど、あとまあ社内同士だったら別に守秘義務を気にしなくてもいい部分が大きいので、まあそれは結構オープンにいろんな議論ができるんじゃないかなっていう仕事の面もありますし、でも仕事の面って別に家庭に持ち込みたいタイプじゃないので、まあ本当に困ってる時とかだけぐらいですね。であとはそのお互いの性格だとかっていうのは結構仕事の時間って長い、長い時間一緒にいれば舞台で会ってる時だけじゃなくて仕事の場面だったりとかそこも見れてるので、あんまりギャップはないのかなと思います。結婚したりとかもっと過ごす時間が長くなったりしてもギャップはなかったかなと思います。お相手を選ぶというこの観点から職場っていう特殊性っていうかね、そこないですか。つまり合コンだから知らんの違うじゃないですか。情報がありますよね、はい、そこはどうですか。相手をちゃんと見れますっていう話と、うんうねうん、自分をアピールできますっていうのが多分それぞれあると思うんですよ。僕あんまりその一元であってですね、アピールする力が強かったとそんなタイプじゃないんで、仕事をしてる中だったら自分の個性だったりとか、あとは仕事に対する態度だったりとかってあって、男って一番結局魅力的に感じさせるのって仕事ができるかどうかみたいなところはあると思うので、なるほどなるほど、そこをダイレクトに見せれるっていうのはまあチャンスが大きくなるのかなと思う。そうだね、情報がないからね、はい、なかなかね、初めてっていう合コンとかそういう出会いの場だとなかなか限られてますよね。容姿先行型になっちゃうけども、しっかり人物見れるっていうのは、そこから僕も、ね、同感で、職場恋愛って割と悪くないなっていうのは、相手の選択が誤らないかなって結構ある気がするんですね、はい、やっぱり飲み会とかで知り合ったのって、こういう人だったのっていうのはお互いにありそうな感じがしていて、そうですね、やっぱりそのプライベートの顔と職場の顔って違うけども、でもどっちが本当って言うわけではなくて、ああそうです、ね、両方の本当なんだね、はい、そうですそうです、いろいろこう職場ってのは自分を殺さなきゃいけない部分もあるけども、でも絶対に職場だからこそ出てくる、プライベートに見えない責任感とかさ、責任感って結構ね仕事に見えるでしょ、はい、でね、その職員なんか見てもね、そういう責任感のない人見ると、こういう人奥さんもらったらこれ絶対家庭に持ち込む、同じやり方でね家庭に持ち込むから、これは結婚したら苦労するんだろうなって思いながら見ちゃうんですよ。だからそういう意味ではやっぱり職場で見える部分っていうのは意外とこう結婚生活もバカにならないかなと思ってます、例えば同意ですか。いや全然同意です、ね、そこは、はい、やっぱりそこはなんていうんですかね、どっちかが嘘じゃないっていうのは本当にまさしくそうだと思っていて、仕事で使う顔と性格と言葉と諸々と、まあ私生活で振る舞う自分の態度とかっていうのは別に両方嘘ついてるわけじゃなくて、そうだ、ね、TPO に応じて変えてるだけなんで、ね、でも両方含めて自分のことなんで、まあ、分かってもらう方がいいし、相手のこともそれで分かれる方がいいのかなと思います。わかりました、はい、ということで講座の講の方は大変ですですが、次財の方ですね。社内恋愛、社内結婚のデメリットというか、そっちの方はどうでしょうか。家庭とかでなんか喧嘩するなり、なんか揉めたりすると、職場には絶対持ち込めないと分かりつつも、持ち込まざるを得ない時があるじゃないですか。その口も聞きたくないぐらいの状態になっちゃったら。あります、あります。私も3日口聞かなくなりましたね。はい、はい、ありがとうございます。で仕事に全く影響しないのかって言われたら、しないようにねしなきゃいけないんでしょうけど、僕もね自分が磯弁やってた頃ですね、奥さんが経理とかそういう総務人事関係で入ってたんですよ、弁護士さんじゃないですけどね、ボスが自分の夫じゃないですか、むちゃくちゃ分かるんですよ喧嘩が、むちゃくちゃだからもうほんとね気まずいっていうかね、空気はもう座って空気の喧嘩やってんなってのは分かるんだけども、規模が大きいと結構そこは緩和するじゃないですか。そうですね、それはそうだと思います、ね、それ以外ないですか、もうやりにくいなっていやりにくいな、なんか財の部分がねあんまり、いやあると思うんですよ。いやあのね、じゃあ僕の方がじゃちょっとね誘導じゃないけども、はい、アソシエイト同士のカップルじゃないから、はい、ね、役員じゃないですか、ですね、はい、そう、しかもあの今お立場上人事やってるでしょ、はいはい、全くなんか気になるじゃないですかそれはなんか、気にしちゃいけないんだろうなっていうフィルターをこう常に自分にかけながら仕事してる部分はありますよね。そうなんですよ。つまりね、なんかね、エコひいきとか、なんかこうね、なんか手加減してるとか、自分の家族が中にいることで、やっぱりね、みんな安全に立って見てるんですよ。と僕らは思ってるわけね。だから、そんなつもりがなくてもですね、あ、これはだいぶ優遇してんじゃないか、エコひいきしてんじゃないかってね、はい、そういう目って常に、だからこれずっと気にしなきゃいけないね。はい、ずっと気にしますね。アソシエイト同士ならね、そんな権限があるわけじゃないし、はい、対等だし、ないんだけども、ある程度のポジションになってくるとですね、必ずこうやってこう見られてる、はい、どっかで誰かに見られてる、常に意識しなければいけないって、もうこれはもう永久に我々背負っていかなきゃいけないっていう部分が全部かなというふうに思いますね。ということで、
我々もですね、できるだけそういうことがないようにですね、注意しながら周囲の目を気にしているんだということをご理解いただいた上でですね、いずれにしても結婚相手を選ぶという意味ではね、はい、結構やっぱ情報があっていいなっていう、どんなに人かなっていうのが分かるので、うん、合コンとかそういう飲み会とかそういうのを知り合うのよりははるかに失敗がですね、少ないのかなという感じが個人的にはしております。はい。私からは以上です。はい、ありがとうございます。どうもご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。